災害時の心の備え、ちゃんとしていますか？リフレッシュする備えなんか贅沢だ。そんなこと思っていませんか？心の余裕って、すっごく大切なんですよ。皆さんこんにちは。健康防災アドバイザーのいろはです。今日のテーマは、心の備蓄です。防災備蓄を進めるにあたって心の備蓄って、とっても大切なんですけど、結構忘れられがちです。今日はそんな忘れられがちな心の備蓄がなぜ大切なのかを、災害と心についてお伝えしながら解説し、私がおすすめする気分転換に役立つ備蓄をご紹介していきます。それでは始めていきましょう。災害と心。災害、特に大地震のような大災害は、今までの暮らしを一瞬で破壊してしまいます。見慣れた街並みは見るも無残な光景となり、今まで普通だと思っていた生活が、電気もガスも水道もないという究極のサバイバル生活に強制移行させられてしまいます。それだけではなく、余震に対する不安、明日は食べ物があるのか、住む場所はあるのかという今後の生活に対する不安も抱えながら暮らすことになります。家族や友人が全員助かったという不幸中の幸いと言えなくもない状況であったとしても、被災生活は大きな負担になります。そのため、被災生活中の気分転換は非常に大切になります。しかし、防災用品のランキングなんかを見ていると、大体は水や食料などがランクインしており、気分転換のための備えに関してはランクインどころかフォーカスすら当てられません。適度に気分転換をしてメンタルを保ち、できるだけいい状態でいた方が正常な判断や前向きな思考を保ちやすくなります。皆さんは気分転換のための備えしていましたか？このお話を聞いてハッとされた方も多いと思います。そして、気分転換の備えって何を備えればいいの？と思われた方も多いはず。ということで、今回は私がおすすめする大地震に被災した後に役立つ気分転換のための備えを9種類ご紹介します。どんな備えが出てくるのか予想しながら見てみてください。このチャンネルでは、幅広い知識と経験を持つ健康防災アドバイザーのいろはが、防災と健康をテーマに、信頼性が高く実用的な情報を厳選してお届けしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回ご紹介する備蓄品の商品 URL は動画説明欄に記載しておきます。詳細や値段の確認にお役立てください。今回ご紹介していない災害時に役立つ防護具やライト、ラジオなどの防災用品や、災害時にも健康を保つことを考えて厳選した備蓄食料についても、私の YouTube コミュニティ投稿や楽天ルームでご紹介しています。こちらも動画説明欄にリンクを載せておきますので、ぜひご活用ください。災害はいつ来るか予測ができないため、必要と思った時に備えることをおすすめします。災害時に役立つ心の備え9選。1、電子書籍。本は読んでいると他のことを考えず、本の内容のみに集中することができるため、今後のことや災害に対することから一時的に思考をそらすことができます。私もよく漫画やライトノベル、実用書なんかを読みますが、気がつくと時間が経っていて、読み終わった後はなんとなくすっきりします。とはいえ、自宅避難であればなんとかなりますが、車や避難所避難の場合はたくさんの本を持っていくことは難しくなります。そのため、タブレットに電子書籍を入れておくことをおすすめします。例えば、楽天コボの端末ような本を読むことに特化したタブレットであれば、電子書籍を大量の本を持ち歩くことができるのはもちろん、カタログスペックでは充電は数週間持つとされています。超電力性に優れているため、電力が途絶えている災害時の状況でも実用に足るレベルで使うことができます。楽天コボは400万冊もの本がオンライン上で販売されており、一度購入してしまえば、楽天コボのアプリがダウンロードされているスマホやタブレットでも読むことができます。詳細については動画概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は見てみてください。電子書籍もで、初めの頃は電池がすぐに切れたり、端末自体が結構大きかったりと、ちょっと使いにくかったですが、最近のものはコンパクトかつ充電も長持ち、ディスプレイも特に違和感なく読めるものが増えてきています。うまく備えるとかさばらず大量に書籍を持ち運ぶことができ、かつ長期間本を読める環境を作ることができます。もちろん日常でも使うことが可能です。こんな感じで電子書籍を備えておけると、災害時の気分転換にも役立ってくれます。2、ハーブティー。
ハーブティーは香りが良く、疲れている時に飲むとホッとさせてくれます。ハーブティーに関しては使われているハーブごとに効果が謳われていたりしますが、そこら辺はあまり気にしなくてもいいかなと個人的に思っています。どんなに健康にいいと言われているものでも、匂いが苦手だったり、味が苦手だったりすると飲んだ時に苦痛を感じてしまう場合もあるため、研究などでいいと言われているものがあなたにとっていいとは限りません。ということで、ハーブティーを選ぶ際は、飲んだ時に自分がホッとできるかどうか、お気に入りの香りがどうかで決めればいいかなと思っています。実際に香りが人体に与える影響に関する論文でも、その香りが被験者の好みかどうかで変わったと記載されていたため、あながち間違いでもないと思います。どの香りがいいのかわからないという方は、こんな感じのお試しセットで飲み比べをしてみてもいいかもしれませんね。プロがブレンドした美味しいハーブティーをお手軽に試すことが可能です。どの香りが好きなのか、いろいろ試してみて、気に入ったものを備えると、無駄なく備えることが可能です。別の商品にはなりますが、参考に私が普段飲んでいるお茶もご紹介しておきますね。ポンジエンの粉緑茶です。もはやハーブティーと言えるのかわかりませんが、水で溶いても、ほわっと漂う緑茶の香りが、何とも言えないんですよね。粉タイプなので、コンパクトですし、ペットボトル水に少し入れてシェイクすれば、緑茶ができちゃうところがまた便利でいい感じです。普段からも飲んでいますが、やっぱ作るのが簡単というのは正義だと思います。もちろんお茶っ葉ごといただくので栄養的にも優秀です。無農薬なので、お茶っ葉の農薬が気になるという方にも、安心して飲んでいただけます。ホットで飲みたい方は、カセットコンロやポータブル電源と、ケトルなどの加熱機器を備えておくようにしましょう。防災といえばよく出てくるカセットコンロについては、選び方や備え方を間違えるとかえって危険だったりするので、備える際には必ずこちらの過去動画を見てから備えることをおすすめします。停電中でも火を使わずに電気ケトルを使えるようになるポータブル電源についてはこちらの過去動画でご紹介しています。ちょくちょく半額セールとかやっていますので、ご興味のある方は見てみてください。ちなみにちょうど今も5月15日から5月末まで半額セール中なので、備えられる方はぜひ備えてみてください。発信している内容が防災なので、ポータブル電源についてはいろいろなメーカーの情報を集めていますが、セール中のエコフローのポータブル電源は品質コスパともに優勝レベルです。ちょっと話はそれますが、最近話題の太陽フレアによる停電対策としても役立つと考えています。セール会場のリンクも概要欄に貼っておきますのでご活用ください。停電になるのは地震だけではないため、大容量の電力はしっかり備えておくことを強くお勧めします。3、電気を使わず遊べるゲーム。トランプやボードゲームは子供から大人までみんなで楽しめるゲームとして有名ですね。自宅避難中に家族と遊んでもいいし、避難所で知り合った人と遊んで交流するのもありだと思います。トランプに関しては普通のものでも全然いいのですが、私が持っているこの備えトランプがちょっと面白いのでご紹介します。備えトランプはトランプの絵柄に防災に関するお役立ち情報が書かれています。買ってみてわかったのですが、 AED の使い方とか骨折した時の応急処置とか災害用伝言ダイヤルの使い方とか結構ガチの防災情報が書かれていて驚きました。災害時はもちろんですが、これはぜひ日常的に使ってもらって、遊びながら防災に関する知識を増やしてもらえればと思います。ちなみにこのトランプ、備蓄に興味のない子供や家族には結構効きます。うちの父親はこのトランプのおかげで、全然興味のなかった、防災に興味を持つようになりました。備蓄は家族みんなが必要だという共通認識を持っていた方が、断然やりやすいですからね。もし家族と防災意識に温度差があるという人は、こんなものも活用してみてください。もう一つこんな感じのものもご紹介します。これはウポンゴというパズルゲームで、4人まで同時にできるゲームです。図形がいくつか用意されていて、引いたカードの柄に合うように図形を組んで、組めた人はウポンゴとコールします。避難所ではちょっと品縮を買うかもしれませんが、自宅避難の方にはぜひ備えていただきたいゲームです。大の大人が子供と混ざってウォンゴというなんとも間抜けなコールをする姿は見ているだけでも和みます。プレイヤーは遊びながら脳トレもでき、時間も忘れられます。我が家では去年のクリスマスに
みんなでやって大盛り上がりでした。ぜひ、ウボンボって言ってみてください。自然と笑顔になりますよ。4. オフラインでできるスマホゲーム。最近のスマホゲームは、オンラインのものが多くなってきていますが、オフラインでできるオセロや将棋、その他、いろいろなゲームをダウンロードしておくことで、電波が停波してしまっている災害時でも、ゲームで気分転換をすることができます。ゲームは普段やりすぎると、健康上あまり良くないと言われたりもしますが、精神疾患の治療として役立てられることもあります。災害時、不安にならないためには、不安要素を考える時間を減らすことです。何もしていない時は、きっと常時今後のことを考えているため、なんとか意図的に今後のこと、災害のこと以外のことを考える時間を作ることが大切です。5. 映画やアニメ。アニメや映画、ドラマもタブレットやスマホがあれば、ダウンロードしておくことで、電波が停波していても、見ることが可能です。アニメや映画もリフレッシュにはもってこいのツールです。災害時にアニメや映画を見るというのは、今まではありえないお話でしたが、今では、ネットフリックスなどのサブスクサービスが充実しており、実現不可能ではなくなってきています。過去の災害ではできなかったことでも、現代のテクノロジーをうまく活用することでできることはたくさんあります。アイデア次第で、無限大です。私も子供もアニメが大好きなので、タブレットに大量のアニメをダウンロードしています。ただ、アニメや映画の視聴はそこそこ電力を使うため、1000W アワークラス以上のポータブル電源と、停電中も電力を補充するためのソーラーパネルや発電機なんかはマストになってきます。ポータブル電源は気分転換のためにも、暮らしの便利さを確保するためにも、ぜひ備えていただければと思います。6. 快適な寝具。これは、主に車中避難や避難所避難をする予定の人が対象になります。災害時の貴重な休息、硬い床で休むのと、しっかりしたクッション性のあるマットの上で休むのでは、休息の質に大きな違いが出る場合があります。なかなかそこまで気が回らないかもしれませんが、ぜひしっかり休むためにも、床に敷くマットは用意していただければと思います。災害時の床に敷くものというと、大体登場するのがエアマットですが、個人的にはあまりおすすめしていません。もちろんエアマットも役に立つのですが、物によってはすぐに穴が開いてしまって、使えなくなったり、独特の寝心地が合わない場合があります。ちなみに私はエアマットは全然ダメでした。ぐいっと沈み込む感じが合っていなくて、数時間寝ただけで腰が痛くなってしまいました。エアマットに比べて少し重くなってしまいますが、エアマットが合わないという方は、こんな感じのインフレーターマットをおすすめします。インフレーターマットとは、暖房に言うと、中にウレタンが入っているエアマットみたいなものです。普段は空気を抜いてぐるぐる巻きにしてあるので、コンパクトに持ち運びが可能ですが、使うときは、バルブを開けてしばらくすると、圧縮されていたウレタンが膨らんで、ふかふかのマットになってくれます。エアマットと違って、中にウレタンが入っているので、最悪使っているときに穴が開いても、ふかふかは維持されますし、個人的な見解ですが、何より寝心地はエアマットより断然いいです。また、表面の生地がポリエステルなどのビニール素材であることが多いため、洗濯ができない被災生活中でも、水拭きすることで清潔を保つことも可能です。大きいマット以外にも枕などもあります。自宅避難や車中泊の場合でも、清潔を保ちやすい寝具は役に立ってくれるため、備える価値はあると思います。7. お菓子。災害時のお菓子って言うと必要ないという意見もネットでは多く見られますが、個人的に私は必須だと思っています。健康を守るためには、食事の量を十分にとること、そして過不足なく必要な栄養を摂取することが基本です。ちょっと極端な例えになりますが、カロリーと栄養素を完全に兼ね備えたブロック状の味のない食べ物を永遠食べ続けられれば食事はそれで OK なのでしょうか。OK だと思う人は、お菓子は必要なしです。OK ではないと思う人は、おそらく味気ない、と思ったのだと思います。食事はただ生きるために必要な栄養を摂取するための食事と、心を満たすための食事があると考えています。生きるための食事は大切ですが、日常に比べて心にいろいろな負担がかかり、楽しみを見出しにくい災害時に関しては、心を満たすための食事は、とても大切になるのではないかと考えています。仕事で失敗した時や、家庭で何かトラブルがあった時に、家族や友人が用意してくれたチョコレートやケーキなどは、
栄養価だけでは語れない価値があると思います。災害時も同じです。いろんなことを考えすぎて疲れ果てた時に、さっきご紹介したハーブティーを飲みながら飴やビスケットを食べる時間は、また栄養価だけではない価値があると思っています。私は心理カウンセラーだったりもするので、ぜひここは騙されたと思って備えていただければと思います。お菓子は飴や固めのビスケットなど、個包装されていて水分量が少ないものであれば、長期保存できるとして売られているものでなくても1年程度は長持ちするため、それでもいいと思います。長持ちするものということであれば、おすすめをいくつかご紹介します。一つ目は栄養缶。5年半の長期保存が可能な羊羹です。防災食としては有名ですね。これ食べたことありますか？保存が効くという点でも優秀ですが、味がすごく美味しいんです。ノーマルの羊羹は甘さがありながらもさっぱりしていて、お上品な味です。逆にチョコ味はちょっとねっとりしていて、しっかりチョコの味がして違った美味しさがあります。保存も効いて味もちゃんと美味しいため、おすすめできるおやつです。2つ目は絵本の時間や北斗の拳などのパッケージが可愛かったりネタっぽかったりするお菓子です。おやつの甘さに加えて見た目で笑いを狙っていきます。何度も言いますが、災害時は思った以上に精神的にハードな状況になることが想定されます。笑うことができるイベントは意図的に作り出した方がいいと考えています。絵本の時間は可愛い絵本のデザインの缶詰の中に5年保存できるウエハースが個包装で入っています。個包装なので手が汚れにくく、ウエハース自体にもカルシウムやビタミン、葉酸など様々な栄養が含まれています。楽しく食べることができ、かつ栄養も摂ることができるため、お子さんがいるご家庭は備えておきたいおやつです。北斗の拳は大人用です。世紀末保存食ってもう完全にネタです。中にはこんな感じのネタ感満載の包装に、ココア味の黒金片パン、もとい固めのビスケットが入っています。備える時が来たのだなんて源さんに言われてしまっては、もう備えるしかないですね。気候を疲れないうちに備えることをおすすめします。さて、災害時にふざけるとは何事だと思うかもしれませんが、災害時だからこそ真面目にふざけるのです。何度も言いますが、とにかく意図的に笑える機会を増やすことが災害時には重要なのです。今ご紹介した長期保存ができるおやつはもちろん自分で備えても OK ですが、プレゼント用として役立ちますので、ぜひ大切な人にプレゼントしてみてください。8、ちょっと贅沢なおかず。お菓子と同じく心を満たすための嗜好品としてのおかずは、災害時には気分転換の役に立ってくれます。私もいくつかこの手の備えをしているのですが、災害時、お米やふりかけ、野菜系の缶詰なんかで食べつないでいるとき、明日はちょっと贅沢なもの食べちゃおっかなぁと思えれば、心の支えになるかなと考えています。明日は金曜日。金曜日は家族でお寿司行っちゃうぞみたいなワクワクを災害時にも作り出すことが目的です。災害時は明日の安全も保証されていない非常に精神的にしんどい状況ですが、ちょっと贅沢なおかずを備えていることで、明日は美味しいものが食べられるという未来に向けた楽しみを作ることができるようになります。これもちょっとした楽しみではありますが、今までご紹介してきた気分転換のための備えと組み合わせ、被災生活の中に散りばめることで、気分転換のための備えをしていない場合と比べて心の状態を良い状態に保ちやすくなるのではないかと考えています。長期保存ができる贅沢なおかずはいろいろありますが、私のおすすめをご紹介しておきます。一つ目は K&K の缶つまです。スーパーやコンビニでも売られていますが、食べたことありますか？この缶詰は製造から3年間の保存が可能であり、黒豚の角煮とか、スモークタコか、牛肉の赤ワイン煮とか、厚切りベーコンのハニーマスタードとか、とにかく味重視で作られています。缶詰のレベルではないですね。普段はお酒のおつまみ的な存在ですが、これ全部ご飯に合います。あくまでも個人の見解ですが、この缶詰があるとだいぶ心が満たされます。おすすめです。二つ目はこちら。ココイチ監修のサバカレーです。偶然もらったので試しに食べてみたのですが、これがめっちゃ美味しい。サバカレーって匂いがきついのではないかと思っていて食べるのを躊躇していましたが、臭みなんかは全然なく、ひたすらに美味しかったです。サバも大きい切り身がごそっと入っていて、それを崩しながら食べるのですが、すごい食べ応えがあります。美味しいのはもちろんですが、
災害時には備えていないとほぼ食べられなくなる魚が美味しく食べられるという、味的にも栄養的にも非常に優秀な備えであると言えます。賞味期限も3年あるため、一度備えれば長期間の保存が可能です。こんな感じで世の中には美味しいのに長期保存ができるおかずが数多く存在しています。他にもおすすめのおかずがあればぜひコメントにて教えてください。 9. やっぱり必要な防災備蓄をしておくこと。最後は元も子もないのですが、やっぱりちゃんと必要なものを必要な分だけ備えておくことは、今までご紹介してきた気分転換のための備えを生かすためのベースとして大切であると思っています。どんなに大量の電子書籍を持っていても、アニメをダウンロードしていても、北斗の拳のビスケットを持っていても、水を備えておらず、水分の確保ができない、トイレがなくて、どこで用を足せばいいか、途方に暮れている、ライトがなくて、夜は暗闇に怯えながら過ごさないといけない、という状況では気分転換なんてできやしません。今日ご紹介した備えは、基本の備えがあってこそ、役立つ備えであることは忘れないようにしてください。このチャンネルでは、最初の本震から命を噛みための備えをはじめ、トイレ、水、情報収集手段、実は使えないかえって危険な防災用品など、大地震を健康のまま生き抜くための備えについての動画を多く公開しています。最近は地震活動も多くなってきています。それが南海トラフ地震や首都直下型地震を誘発するのかは定かではありませんが、備えをしておけば、被災時の自分や家族が助かる可能性を上げることができるということは確かです。いろいろなことが起き、いろいろな情報が飛び交っていますが、私たちは粛々と備えていきましょう。今回は心の備えについてお伝えしました。人は大きく分けて心と体があります。防災は体を守ることに、フォーカスが当てられがちですが、心と体、どちらも良い状態が保たれて、初めて人は健康でいられます。今回の動画を見て、少しでも心の備えも大事なんだなと思ってくださったら、少しずつで良いので、被災生活をしている自分を癒すための備えをしてみてください。きっと無駄にはなりません。また、心の備えの一つとして、当チャンネルもご活用いただければと思います。今地震や災害、備蓄について不安なことがあれば、どんどんコメントに書いちゃってください。当チャンネルは現在5万4000名を超える方がチャンネル登録をしてくださっており、動画には多くのコメントが寄せられますが、攻撃的なコメントや批判的なコメントは驚くほど少ないです。もちろん私が変なコメントはバッサリブロックしているのものありますが、ブロックするのもたまーにくらいです。そんな素晴らしい視聴者様が集まっていますので、ぜひコメント欄をご活用いただき、不安をシェアしていただければと思います。もちろん災害時には動画やコミュニティ欄などを活用して、みんなで助け合える場を作っていく予定のため、防災に興味のある方や、災害時に当チャンネルのコミュニティを活用したいという方は、チャンネル登録をお願いします。また、すべてのコメントをじっくり読まさせていただいていますが、なかなかすべてのコメントにはお返しできていません。チャンネルのメンバーになっていただくと、優先的にコメントをお返しするという取り組みも行っていますので、メンバー登録もご検討いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に皆さんに質問です。皆さんが考える、災害時の気分転換、心の健康を保つための備えとして役立ちそうなものは何ですか？どんどんアイデアを出していただければと思います。皆さんのコメントは私が嬉しいだけでなく、この動画を見た多くの人にとって役に立つものになります。思いついたら何でもコメントしてみてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。